ソウル11日ロイター。韓国疾病予防管理局 KCDC の1日の発表によると、国内の新型コロナウイルス感染者は242人増え、累計7755人となった。増加ペースは前日の35人を大きく上回った。ソウルにある保険会社のコールセンターで従業員200人の検査を実施したことも明らかにした。死者は1人増え60人となった。感染者の1日の増加ペースは、集団感染が起きた南東部のテグ市の教会の信者約20万人に行った検査の影響で、2月29日に909人のピークをつけたが、その後は鈍化傾向が続いていた。ただソウルのコールセンターのほか、全国に教室を展開するダンススクールの講師や生徒の間で小規模な集団感染が起きており、当局は感染拡大ペースが再び加速することを警戒していた。新たに確認された感染者のうち52人はソウルで確認された。当局はこのうち何人がコールセンターの関係者かを明らかにしていない。当局によると、コールセンターの従業員は約800人で、最初に感染が確認された従業員と同じフロアで働く200人に対して検査を実施しており、その他の従業員は経過を観察しているという。一方、新たな感染者のうち140人強はテグと慶尚北道で確認された。